おかげさまでこのチャンネル無事に収益化の条件を満たすことができました。おお、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてありがとうございます。てんてけてん、正直現在の YouTube の収益化の条件はめちゃくちゃ厳しいものがあって、生半可なコンテンツを作っててもおそらくチャンネル登録者数は100人にも満たないでしょう。私の場合は稀に見る面倒くさがり屋なので、それでも生半可なコンテンツでなんとかしたいという感心できない甘い気持ちで取り組んでおり、笑い編集も何もない一発撮りの手抜き動画を上げとるわけですが、とりあえず毎日投稿だけはやっておこうということで、継続だけは心がけてやっているわけです。毎日見ていただいている方々には一抹の申し訳なさと感謝の気持ちでいっぱいなわけでございます。 YouTube の収入が大したことなければこのまんまですが、生活が潤うようになるのなら動画の質、内容は上げていこうかとも思ってます。まあ引き続きご質問とかコメントしていただいたら折を見て回答させていただきます。私としては相場の常識を破壊するような攻略法みたいなコンテンツを置き土産に作ってみたいという気持ちがあったりなかったりします。基本的に私がやってる負けない投資は猿でも再現できる方法なので、ぶっちゃけ言語化することもたやすくはあるわけです。まあそこら辺りはぼちぼちやっていこうかとも思ってます。今でも言うことは言ってるとは思いますが、てんてけてん、何にせよ感謝ですね。それだけです。視聴者さんの中にも YouTuber がいるのか、以前アンケートしたことがありますが、確かあんましいなかった記憶があります。もし興味があったりするのならぜひやってみてください。一緒にやりましょう。資産運用は一本足打法では心もとない時代です。個人的には投資など副業をすることで社会というシステムに縛られない生活ができていると思ってます。チャンネル名はリバティとしていますが、リバティ自由という意味でつけてます。私は北斗の拳で言えば雲の十座にシンパシーを感じ取るわけです。雲の十座も大概な社会不適合者。私はこうやってまた新しい副業ができました。ますます無職がはかどりそうですが、そのうちまた仕事もするようになって、リスクヘッジも今よりかは盤石にしていこうと思ってます。もともとこの無職期間の目的の一つは YouTube の収益化だったわけで、まあ無職の必要性の一つはなくなったわけです。あと AI の研究も無職の中にやっておきたいことなんですが、こればっかりは永久に終わる気配がないので、そろそろ切りをつける時なのかもしれません。てんてけてん、 YouTuber になりたい人がいるのなら一つ私のやり方を紹介しておきます。ご存知の通り私の動画はひな型ができており、同じことを繰り返すだけの動画制作作業となっています。つまり何も考えなくても動画はいくらでも作れるわけです。これは非常に強力なやり方で、ネタなんかは相場が毎日提供してくれるので、ネタ切れになることはありません。これは非常に重要なことで、私のように中身の薄い動画なんかは数を打ってなんぼな世界なわけです。一発当てたいとかも全然思ってないし、一発当てようとするとそこには考える無駄な時間が出てくるわけです。勝負したところで必ずしも期待するようなリターンもないわけです。だったら1円も予算もかけずにグダグダでもノーリスクな動画を作り続けた方がトータル的な収入は高かったりもするわけです。これは私の投資法にも生き方にも通じるものがあるのでしょう。私は大勝負をしないのです。もっと言えば勝負しないのです。しかし
かすめ取るように利益は享受していきます。そういうやり方でやっとるわけですが、投資も動画投稿もひな型を作ってしまえば、あとは同じことをやり続けるだけで成果は上がります。本当に投資も何でも生き方そのものですね。 YouTube の収益化は私のような凡人には大変な道のりでしたが、一度収益化できるコンテンツのひな型を作ってしまえば、あとは同じことを繰り返すだけです。 YouTuber も投資も AI も全部楽しいので、みんなもよかったらやってみましょう。てんてけてん、最後までご視聴いただきありがとうございました。日々の雑談や独り言などつらつら公開したりしてます。応援がてらチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。それでは皆さん、また見てね。